ありがとうの気持ちでできた国、メルシーヒルズはいろんな国の留学生がいっぱいいます。みんなメルシーヒルズで自分の役割を見つけて成長して、世界のあちこちで活躍しているの。そんなメルシーヒルズにメルは妖精のシエルさんに呼ばれてフランスからやってきたの。でもね、ここに来てすぐ一人で悩んでいたことがあって、メルはね、卵ハウスからなかなか出られなかったの。そこである日、みんなにお手紙で悩みを打ち上げたんだ。真っ白でふわふわだった尻尾がメルシーヒルズに来た途端虹色に変わってしまったの。心配だし恥ずかしくて外に出られませんって。そしたらね、みんなから気持ちのこもったお手紙をたくさんもらったの。そんなお手紙を毎日読むうちに、メルあったかい気持ちになって、みんなにありがとうって言いたくなって、
ママも頑張っちゃう。いろんな人のいろんな思いを届けること、いろんな気持ちをつなげることが今のベルの生きがい。だから今日はここにいるみんなの気持ちもつなげちゃうよ。みんなで一緒にダンスを踊って心を一つにしましょう。ダンスといってもとても簡単です。ちょっと練習しましょう。メルたちを見ながら踊ってみてね。せーの、クルクルクルダンスダンスダンス、クルクルクルダンスダンスダンス、ペロンタンパ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 ン、ねっ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 、キラ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 。うわー、みんなとても上手。もう一回、元気を届けているの。メルの
頑張っているベルちゃんの応援に来ました。マイマイはお手紙を届けることだけじゃなくて歌でも心がつながることをベルに教えてくれました。ねえマイマイ、せっかくだから最後にマイマイの歌でここにいるみんなの心をもっともっとつなげたいな。ベルちゃんの気持ちをつなげるお手伝いのお手伝いね。もちろんいいわよ。ベルちゃんも一緒に歌ってくれる？メルちゃんみたいに夢に向かって一歩踏み出せるように、私たちが大切にしている曲チャンスフォーユー聴いてください。皆さんも